中野町の橋が成田駅方面から中野町の坂を下り、新庄方面に向かいます。橋が通過するときは警察官、警備員の指示に従ってください。皆様のご協力をお願いいたします。現存最古の典型型江戸橋、中野町新武線の橋です。成田詣を通して古くは江戸時代より交流のあった江戸と成田さん、新庄寺門前町としての中野町に江戸の花、江戸林と誇らしが登場したのは、江戸文化との密接な関わり合いを物語るものです。制作は明治33年日清日露戦争の間、こいつも風雲というな日露間の対外的多難の時代に、町民が新国日本創建の故事を忍んで岩倉に神武天皇を奉還し、飛び去る金色の富の日間に国家の安泰と万民の幸せを大日如来不動明王に祈願するために作られました。雑誌の作者は3代目村田正親こと神田黒門町の宮僧として古くから名の知られている村田宗三郎、そして百雲城山本哲之こと2代目山本哲五郎の共作です。第二次世界大戦後、破損は甚だしく、昭和47年より京都府の宮市後藤直光氏により漆、金箔、金具、香嵐の修復が行われ、昭和63年には再度漆の修復が行われ、また出し幕は京都西陣備前屋において3年がかりで制作されました。上幕は平社寺に鳳凰の刺繍、見送り幕は朝平社寺に岩に波頭、葉隠しは木綿、萌え木地に白抜きで衣装文字の照明、車体は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 紫地に金色の丸龍の模様、左手には弓の杖、そして弓の宮中には金色の富が止まり、四方八方に矢を放ち、右手には横場の矢を持っています。林台正面の額面は三国の宮地、地に竜の堀、成田山、中国の中国で、こと石川商品大総長のお筆によるものです。駅方面へ向けたですよ。経済特色、すなわち韓国を打って国は太平とあります。お囃子は江戸林で、木更木会の皆さんです。なお、成功華麗なこの誇らしの利用を維持するため、現在も毎年町内の状態により順次補修が続けられております。さっきもこれぐらいの解説が欲しかった。出汁混入100周年を迎えたのを機に、本漆塗りに宝相家の彫刻金箔貼りの車輪を新調し交換いたしております。また平成14年には鴨川の宮大工川渡氏の手により人形昇降装置のからくりを修復するとともに、江戸橋としては大変珍しい紙香嵐の昇降装置と人形昇降装置を一つの巻き上げ菊車に連動させたからくりに変更いたしました。江戸橋は元来大きな二輪車に長江がついて黒い牛が引くというのが本来の形で、錦絵などにも描かれています。明治に入ると
3輪または4輪の山車も現れました。明治33年に作られた中野町の山車は当時としては最も新しい4輪で風と流れがついた形になりました。戦前までは全て牛に引かせていたようです。